甲骨魚類は現在大きく2種類の定義で用いられる脊椎動物の中のグループである。こうした定義上の混乱は生物学における分類体系が常に更新されたり用途や思想、学説によって最適な体系が異なるために頻繁に生じるものである。特に近年は分子系統学や分岐分類の躍進が著しく、 形態のみに基づいた伝統的な分類体系が DNA 解析などにより次々と更新されているが一般には広まりにくくまた伝統的な分類の方が直感的で理解しやすいため便宜上どちらの分類体系も用いられているサメやエイ、銀ザメなど骨格がすべて軟骨でできている軟骨魚類に対して甲骨魚類の多くは骨格の大部分が甲骨と呼ばれる 硬い骨からなる。甲骨には軟骨の骨化した軟骨性甲骨、結合組織や外皮に由来する膜骨などがある。骨格の他にも甲骨魚類は縦鱗を持たない肺やそこから派生した浮き袋を持つといった特徴によっても軟骨魚類から区別される。肺を獲得した初期の甲骨魚類の祖先は泡水性であったとみられ、 海生の甲骨魚類はここから二次的に海洋に進出したものである。そのため、甲骨魚類の体液の塩分濃度は約0.9%であり、現在の海水の塩分濃度よりかなり低い。ちなみに、淡水での進化を経験していない軟骨魚類、海生の無脊椎動物の体液の塩分濃度は、現在の海水の塩分濃度に近い。従来の定説では、 初期の魚類は軟骨であり、それが、甲骨に進化していったとされ、軟骨魚に分類されるサメやエイなどは、古代の姿を今に残す、生きた化石とされる。しかし、顎を持つ生き物すべての祖先にあたる生き物は、甲骨に近い骨を持っており、サメやエイは、深海での捕食に特化するために、定説とは逆に甲骨から軟骨に進化したとする、学説もある。 その説を補強する化石なども発見されている。軟骨魚類、甲骨魚類は、古くは魚綱の貝の軟骨魚は甲、甲骨魚は甲としたが、今では魚類を、魚状綱として、軟骨魚綱と甲骨魚綱の二甲に分けることが多い。なお魚類に無学類を含めるかどうかは、研究者によって意見が分かれる。生物の進化上は、甲骨魚類は軟骨魚類から、 軟骨魚類は無学類から分岐した。また、両性綱、波中綱、長光、哺乳光は、甲骨魚類から分岐した。数三章、無学類。脊椎動物軟骨魚類。あごくち類上機魚類。甲骨魚類肺魚類。肉器魚類。獅子動物。すなわち、甲骨魚類は、プラスのグループでありがー系統群のため、この場合分岐分類学の立場では、 生物分類の単位とはされないはずである。ただし実用性の観点から、甲骨魚類の分類名は、現在も広く使用されている。しかし分岐分類においても甲骨魚類の名称は、定義を変えて使用されており、伝統的な分類体系と混同され混乱を招くことも多い。甲骨魚類は、廃魚あずな、アコウウデビ腕アコウジョウキアズナのようなこに分類される。 このうち、廃魚アズナには、ケラトルスメとレピドシレンメ、ウヒレアコウにはシーラカンスメ、腕ビレアコウにはポリプテルスメだけしか原生メがない。ウキアズナは、軟質カズナと新ヒレシタズナのにカズナに分けられるが、軟質カズナは、軟骨上ツナチョウザメメのみが原生である。現在最も繁栄している魚類のグループは、ウキアズナの新ヒレシタズナであり、通常私たちの目に触れる。 魚は、ほとんどがこのグループであると言ってよい。新ヒレ下た綱は、さらに全骨類と新骨類とに分かれるが、現正する全骨類の魚類は、ガーモクとアミアメのみであり、それ以外のすべての新ヒレ下た綱の魚類は、新骨類に属する。分岐学は、すべての形質を、極力同様に重み付けした上で、分岐図を作成し、 その各分岐点を分類群として定義する手法である。このため、甲骨魚類の系統が分岐して以降、その子孫はすべて甲骨魚類であって、例えば哺乳類が恣意的に甲骨魚から外されることはない。積作動物の系統の概略を以下に示す。太地部はすべて甲骨魚類ということになる。ありがとうございます。